はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう、アスケスタテというわけで、の実況をしていきたいと思います。声がガラガラ、カスカスですが、っていうか、まあここまでカスカスではないんですけど、でもだいぶですね、元気がない。そうですね。張り切っていきましょう。なんかね、風邪なのかな。本当ね、私ね、年中なんか風邪状態みたいなんでね、別に咳が出たりとかそんなにしないんだけど、なんか喉の調子が良くなかったりとか、まあこう、なんかね、あんまり芳しくないんですよね。困ったもんですよね。本当に。ありがとうです。ざっす。さあ、時計メーター最終日でございますね。はあはあ。はあはあでございますよ。まあ、昨日から走ってます。で、まだ届かないんで、ペペッとやってきます。ペペッとね。冒険に出していきの。できれば、フィーバー欲しいから、まあ、ライバルも今いないもんね。ライバルいないときは私基本的に3倍じゃなくて、まとめて対戦使わない人なんで、わあ、レベル高いな。無理して戦うことも。で、ちなみに今マスタービーまで上がりましたね。はい、コンボとは一体。コンボ0回。わあ、トップレースの方がいるね。まあ、フィーバー中でない限りは勝てないんで。で、フィーバー中でも多分勝てないんじゃないかな。っていうレベルなんでね。さあ、フィーバー。てくれるとありがたいんですが、果たしてフィーバーは、あー強い。でもね、自分のヒットメイドでアタックを入れる人には本当に私は挑みたくないんで、やめます。背伸びしてもあんまりいいことがない。まあ一応敗北してもね、最低限もらえるもんはもらえるんですけど、やっぱり勝利した方が美味しいは美味しいんでね。あら、フィーバー来ない。一応フィーバーはせっかくだから、私今回、ね、フィーバー中の3倍なり4倍なりのアクションあんまりやってなかったんで、まあいいでしょう。ちなみに今、状況ですが、得ランキング1196、一応ね、目標の1250にギリギリ入ってますね、ギリギリ。ギリギリギリってやつですね。はい、ギリギリです。まあ言うてもう少し頑張るんで、でもここですね、多分これ以上はいかない予定ですかね。まあね、上に行けば行くほど旨味はあるんですけれどもね。で、スコアがたらね、1万5000で落ち着いちゃうかも。2万いかないなぁ、これだと。ちょっとね、やっぱり、開幕あんま走らんかったんで。どっちみちいいかな。2万で結構大変なんですよね、実は言うとね。私、2万達成したこともちろんありますけど、最近どうだったかなって感じですよね。まあランキング次第かな。一応ね、2万でダイスもらえるから、みんなも2万まで走るであれば、やはり、ね、私も1250位の死守をしなきゃいけないんで、その辺の兼ね合いを見ながらというような状況でございますね。はい。で、あとはスゴロクやったりとかしたりしましょう。こんな感じかな。なんか鼻がムズムズする。花粉症なんかもね。結構なんか花粉症っぽいんだよな、実際。花粉症でも喉の調子よくなく、にゃ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 。らしいからね。全然知らんけど。かっこいいます。行きましょう。いけいけ。ここは結構いろいろ拾いたいのがあるよね。5出しちゃった。探索リクサー2個とか欲しかったな。あら、ワープじゃないこれ。あららら、あららら、あららら。先にもらって、これ、あ、違う、そうか、ワープはもう終わってんだ。ワープ2マス目だったもんね。で、ここ2出したいね。UR10% ガチャ券、もしくは3でも構わないよ。ダイスね。いや、でも、とりあえず2出したいよね。ここは回避しないでいきたいか。2出そう。今、この間ね、UR10% 出していけなかったからね。4! 待って、2と3もなく回避して、あ、まだ、復帰券嬉しいですね。これ着実にまた90何枚貯めて。おお、タイプストレイ。さあ、1ずつ、牛歩戦法でいきます、牛歩戦法で。1、ああ、4ね。まあ。ああ、エリクサーね。探索エリクサー。なんかね、そういえば。結局、スゴロクのね、ダイスチャンスゾーンをやるべきか否かっていうようなのはね、ちらっとどっかで見たんですけど、こうやって結局ね、まあもちろん、ね、こうやってエクストラ入るとは限らないですけど、ちょこちょこね、やっぱり、ダンスエリクサーも拾えるから、私はエリクサーガンガン使って回しちゃった方がいいと思うんですよね。おお、やった。
銀の宝箱ほらね、こうやって探索リスト出るじゃないですか。多分倍とは言わんけど、使った分返ってくると思うんだよね。 70% 回避。おお、やりますね。驚き。これ2回目ですね。 70% 回避したの。こういう時 30% ば、おいおい、ちょかか回避。さすがに、さすがに無理よ。それはドイヒだな。今のはひどいよ。 70% レンジャー 70% 連続とか最悪ですね。ゴールしましたね。うん、なんかゴールしちゃってよかったかな。これでもう7回ですよね。はいはい、ありがとうです。まああれやね、ログインで2個ずつもらったりしてるもんね。だからそこでかいっすよね、やっぱり。うん、で、すごい探索リスト3個だよ。だからこれぶち上げたから本当書いていきますよね、本当にね。まあここに泊まれるかっていう保証はないけど、でもね、だいぶですよ。ミラクルラボがね、あ、そうだ、よかった、愛をあげるの忘れてた、ノベルさんとかに。5周年の愛もあげちゃおうかな。あ、SR って言ってみようかね。なんかやっぱ喉の調子がないね。いただきです。3レアガチャ券か。レアガチャ券は最近結構だいぶ嬉しくないんだよ。やっぱこの中では外れ感があるよね。まあ、言うて、でもレアダイヤ1個と何かが引けるって考えでは別に悪くはないんだけど、なんか他のものが良くて外れ感をどうしても感じてしまう。あら、ワープ、ワープ、ミラクルラボが。まあ、いっかー。あ、違う。1打差はミラクルラボだ。レアダイヤ10個。来た、いくさ。この右下が押せなくなるからすぐ分かるね。いいな、なんかあの、アナザーゴッドハーデスとかで、あの、ね、ボタンが青くならないで赤のままで、これ、来たー、クラッシュフリー来たーみたいなやつね。伝わんないだろうな。対戦戦だね。4!4! あ、いけるいける、いいですね。しっかりやっぱね、この先行きたいんだよな。そうです。いけいけ。3 50% か。 50% 避けれるよ。さっき 70% 避けてますからね。全然回避。あらら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 、あらら、1だぞ。1、これ1だし、許される、許される1だよ。ここ3 3。うわー、強化ポイントが C といえば一番これがいらなかった。そうだね、一番のハズレはこれ。嬉しくはない。さすがに嬉しくはない。今、モテヤマスレからね、結構強化ポイントね。5! あ、攻撃戦に来たかな。でも次で、この残り1マスでゴールできなかった感じね。まあ、いいでしょう。で、最高使い終わりましたと。でも、8回なんで、で、攻撃戦中も多分もらえるはずなんですよね。5月このままあるでしょ。だって、まだ全然あるもんね。これ2周目いけちゃいますよ、2周目、今回。悪くないですね。今まで凄くてこんないい感じのペースでやれてたか、ちょっと甚だ疑問ではありますが。やれてますね。いい感じです。あとガコロラビってみて、これはカクテルどうぞ。アクリル入れちゃいました。アクリル出てしまいました。10万でパンチ。30万ぐらいだね。その程度かい。マリさんがなんと、ノリノリである。その程度かいって。どっすい。倒していく。さあ、これで200個ですね。いいペースですね、やっぱり。お、おまじさんが今、あげちゃいましょうか。やっぱ少しでもね、火力を上げていきたいからね。さて、じゃあ、あとプレゼンツタイムしますか。っていうなら先にそっちであげた方が良かったかもしれないですね。まあいいでしょう。あ、それエピソードもあるね。それはもう気持ちいい方と。5周年への愛、ミラクルラブの5倍だって。放課後会社もある。これもあげちゃおうかね。大豆マリーさん。嬉しいって思っちゃったよ。本当に持ってるみたいな。じゃ、100? ん ?3 点ぐらいも上がるんだっけ、これ。やばない。
じゃあ、ノエルさんでも結構上がるよね、これね。うん。あ、でもノエルさん130レベルだっけ。そんな上がるんだっけ。すごいな。いや、実際ね、十何レベルの子たちに上げたらもっと上がるってわけだね。えらいことですね、これは。隊長さん、私、感謝の言葉が見つかりませんわ。うんうん。おお、2上がるね。うん。なるほどね。これ、いつものお礼ですわ。ありがとうす。さて、5周年、あげちゃう？あげちゃおうかな？あげちゃおうかな？あげていいんじゃないですか？さとかちゃんだけどね、あげるの。どうして？どんぐらい上がるんだろうね。やべ、これサムネになるとしたら、ちょっとあれだな。ちょっと、最後すぎるな。本当はね、序盤ね、中盤までにはサムネにするやつをね、入れたいと思っているのに、すっかり今回ちょっと考えてなかった。やってしまった。すいません。いきます。どうしようかな、こんな感じ？こんな感じ？どういうことがいいんじゃないですかね。こんな感じかな、こうかな。あげる。はい。なんというか、心が満たされていく感じがするです。ほう、初ゼリフか。おお、上がる。でも1しか上がらない。他ならぬ隊長さんへ、これ受け取ってくださいですよ。受け取るですよ。神々ですよ。強化ポイント、これ多分固定なんだよね。多分もらえるやつ、各社エリクサーか。ありがてえです。天保様あげようかな。ちょっとあんまり喜ばないと思うけど。やったです。まあまあ、いつものリアクション。じゃあ私からもどうぞですよ。もらうですよ。エリクサー1個ぐらい出ると嬉しいけど、強化。おー、ナイス対戦エリクサー。さっきも見たですよって言われちゃう。あ、嬉しい。頑張ってください。私からも。うん。これ、どうぞですよ。そんなもんかな。はい。さとかちゃんが204。うん。204だと、何パーって、さっきちらっと見たのに、見に損ねた。うん。で、マッホを100レベルぐらいにしてあげたいよね。あ、マッホじゃないや。先にユーミちゃんか。エクレア持ってるユーミちゃんだよね。まあ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 。チーム編成ですか。あれ、サドカちゃんが30万超えましたね、やっと。でも、ニホちゃんには及ばない。ニホちゃん強え。ユキちゃんも何ぐらい強いかね。エクレアないのにな。圧倒的強さが起こってきたな。マリさんも徐々に強くなってきたね。やっぱレベル上がってきたから。まあ、それでもやっぱサブメモカが弱すぎる件についてだよな。そこなんとか改善していきたいわ。で、ユンちゃんもちょっとレベルとサブメモカが残念すぎてな。エクレア持ってるのに、アシストメンバーだもんな。まあまあ、それはしょうがないですよね。わーわーわーなんか変わってる。危ない。じゃあそんな感じで今回この辺で終わりますかね。最終日なんで、とりあえずね、今日はいろいろとね、やっていこうかなという次第でございます。いろいろというかね。はい。で、明日メンテで19から協力戦というわけですね。はい。協力戦に向けてね、いろいろ頑張っていきたいというわけで、まあ、また眠りせず楽しく頑張っていこうというね、いつものスタンスではありますが。まあ、そこそこあとは特攻ガチャ次第ですね。特攻ガチャの結果次第によっては、どんだけ走るかを決めたいかな、みたいなところでございますよ。いつも通りですが。最近、強特攻 SR、ん？強 SR、ん？強特攻 SR なのか、なんかすげえ言いづらいな。なんか全然お目にかかってないんで、そろそろね、たまには、ちょっと、強特攻を引きたいなっていう気持ちもありますよ。あと何か使うものは、特にないかな。はい、そんな感じです。というわけで、とりあえずエリクサーがね、まあ一応探索エリクサーが約80個近く、協力戦エリクサーが100-180ちょいみたいな感じなんで、まあ普通に足し算したともいいんだけどね。まあ別に具体数は言わなくていいし、またずれるというか、また増減をすると思うんでね、大体こんな感じ。で、その大きな対戦エリクサーも結構まだ、ただ一応今日走るんで、残り100ぐらいかな。残り100ぐらいまで大体キープで。ワンチャン協力戦中も、まあでも今恩恵受けれますからね。そのためにわざわざ月曜まで待ったんで、私ね。でも B なんでね、割と悪くないですね。はい。今週中は B でやれるんでね。
まあ一応それも踏まえてみたいな感じでございますね。はい、じゃあそんな感じで、お疲れ様でした。バイバイです。